はい、よろしくお願いいたします。まあ、こういう商売してるとですね、まあ、よくこういろんなとこからなんていうんですかね、LINE とかですね、今最近すごいですよね、 LINE とかね、普通に昔はメールとかが多かったんですけども、 LINE とかね、Twitter の メッセンジャーとかから、うん、まあ、普通にひょってくるんですよ。いろんな手段が、ね、あります。そうなんですよ。で基本、まあ、誰からでも僕オープンにはい、メールとかメッセージ受けられるようにしてあるので、はい、ひょってくるんですね。でいきなりとんでもない写真が送られてきたりするのがありまして。それはどういう写真なんですか？ね、いや心霊写真とかなんですけども、はい、まあまあ、お見せはしないのでちょっと口頭だけだと、だったら大丈夫な話なんですけど、うんうん、昭和の、20年代、20年に撮られた写真、うん、二十数年か、古い写真、25年撮られた写真なんですけどって言って、うんうん、写真が来たんですよ。で昔新聞記者をしてたおじさんが撮った写真なんですけどみたいな形で見せてもらったものがあったんですけども、うんうん、結構ね、うん、こう何人かこう並んでる男の人の顔にね、ここにもう一つ顔がドクロみたいなの浮かんじゃってる写真があるんですよ。でこれはその要は写真用に記事として撮った写真の中のボツのやつだったんですと。で昔はね、本当にフィルムってそんなにないんですよ、昭和のね、まあ、モノクロ写真ですけど、当時はせいぜい10枚とか12枚でワンロールなんで、本当に1枚1枚こう気合を入れてカメラマンさん撮ってるんですね。そのうちの1枚がボツになる。で本当にね、一番後尾にいる人のところにこうやってしっかり写ってるんですって、これすごいですねっていうふうに見せてもらったんですけど、見せてもらった写真の、うん、この写ってる部分が、まあ、全体の一部を切り取った写真なんですよ。でこれ全体ちょっと気になりますと、何の写真でどうなってるんですかって言われて、いやこれ公開できないんです、いや公開しないですから見せてくださいって言って見せてもらったら、要は港にいろんな人が集まって視察をしている時の写真なんですね。それをまあ記事にする時の写真なんですけど、真ん中に昭和天皇が写ってるんですよ。で調べたら、昭和天皇がもう戦後全国を行脚して、要は戦後復興のために行脚した時に立ち寄られた時の写真なんですよ。で隣にいるのは当時の県知事とかが立ってらして案内されてる写真なんですけど、その後ろのところにそんなのが写ってる。すごい、これ出せないよねと。いや出せないですね。出したらいろんな意味でやられちゃうよねみたいな感じで、いきなりこんなの来ましたみたいなのがあって、ちょっとねびっくりしたとかっていうのはねあったりします。はい、そういう、ね、お写真もいただきます。つまり、幽霊よりも歴史的なそういうものにも映っちゃうんだっていう部分もあって、ちょっとね不思議だなと思って、うん、えらくびっくりしたみたいなのねあったりするんですね。そんなはっきり、あ誰だっていうのが分かるぐらいはっきり写ってるっていうことなんですよね。それもすごいですよね。はっきりはっきりですね。やっぱりプロのカメラマン撮ってるんで、ね、ちゃんと写ってるんですよ幽霊も。やっぱプロってすごいなって思いますけど、ピントピシッって言ってますしね全部にね、はいはいはい、でも絶対ありえないんですよ。うん、っていうのがあったりして、非常にね、びっくりしたなっていうのもあったりしますよね。よく心霊写真とかって、ね、最近あんまりないですけど、以前はテレビ番組でよく取り上げられてたりするじゃないですか、はい、で、まあ、こんなん偽物だよと。だって、はい、なんでお化けなのに服着てるんだって、裸のお化けがなんでないんだみたいな声がたまに上がったりするじゃないですか、はい、なんかね、はい、私たちからすると出せないんだよっていう話なんですよね。それってね、あるんだけど、うん、まずその会議で弾かれて表には出せないんだよっていうことなんですよ ね、まずね。そうですね、はい、そうですね。結構ね、まあまあ、今お前ら行くなっていう、うん、まあ、衛星放送でやってます、うん、北野誠さんっていう、まあ、タレントさんの、はい、心霊番組を、まあもう10まあ、書籍から入れると16年ぐらいやらせていただいてまして、ね、15年、テレビは10年目を超えて今11年目に入ってるんですけども、うん、毎回こう心霊スポットとかいろんな不思議なスポットに行って撮影してくるんですけど、結構ね放送できないのがあるんですよ。はい、でそれは大人の事情がいろいろ絡みまして、要は例えばないですよ、ないんですけど、例えばここで幽霊が例えば出たとするじゃないですか、うん、でそれ放送しちゃうとここは心霊スポットになっちゃうじゃないですか。そうするとお店に迷惑がかかります、ビルのオーナーさんに迷惑がかかります、だから出せませんっていうような形になっちゃうんですね。はい、なので本当はふわっとしたら出てくれるんですよ。
多摩川の河川敷とか、もう誰も行かないトンネルとかだと堂々と出せるんですけど、あの実際に人が住んでらしたりとか、ね、場所が特定されそうな場所っていうの、あのところっていうのは出せなくて、実際に映っていても出さないことが多いですよ、うん、テレビ局の方からこれちょっと出さないでくださいとかっていうのがあるんですよ ね、 ねよくある話ですよね。ありますよね。ちょっとねこういう場所なんで あれですけど、まあ、場所が場所だからね、あの、うん、言えるは言えるんですけども、あの四ツ谷のお岩稲荷さんってとこでロケをやったんですけど、はい、まあ、ここはもう初っ端からトラブル続きで、うんうん、ロケ班の時からあのカメラが全部壊れまして、全部ですか、はい、持ち込んだスマホ2台とデジタルカメラ3台があの神社出た途端に壊れて、うわそれはやばい、起動しなくなっちゃって、全部はやばいな。 でもね写真出さなきゃいけないじゃないですか、うん、であの要はビッグカメラさんだとか桜屋さんとかってほらプリントコーナーがあるじゃないですか、あそこに SD カード入れると、うん、全部機械止まってくんですよ次々と、もうで、あの追い出される、迷惑な客ですよね、お客さんちょっとそのカードおかしいから帰ってくださいって言われちゃうっていうのがあって、それは確かに迷惑だわ。 であのでも機械もおかしいんですよ。で普通ね、あの要はSD カード、物理的にね機械的な話をすると SD カードにエラーが出たりすると、それをまあそのまま使い続けると本体にも影響が出るっていうのはもちろんあるので、その可能性はあるので、新しい SD カードに全部入れ直したんですよ、フォーマットし直して。動かないんですよどの機械も。で修理に出してもわからないんですって。でどうしたかっていうと、その取った時の SD カードを物理的にペンチでバキバキ割ったんですよ。カメラ全部直ったんですよ。で分かんないよねって言いながら本番になって、本番でも言ったんですけど、あの、まあ、僕らの番組にあの自己物件芸人の松原谷志君っていうのがいまして、これあの自己物件に住んでるっていう、ね、芸人さんがいるんですけども、あの彼を連れてね、あのまずはあの巣鴨 のお岩さんのお墓があるお寺さんに行こうって言って行ったんです。で、まあ、そこのお寺のご住職とは何度もお会いしてたので、まあ、結構いい関係になってまして、でいいよいいよって来てねって言って、で僕らが行った時もいいよいいよって言って行ったんですね。で今日さ、今日さ、あのせっかくだから、あそこお岩さんの木像っていうのがあるんですって。ですごいね柔和なお岩さんがこうやってる木像で、あまりその2月22日の命日以外こう公開しないって言うんですよ。それ見せてあげるから、いいよ来ないよ来ないよって言われて本堂に呼んでもらって、で見ようと思って玄関まで行ったら、その松原谷志君っていう子がいるんですけど、うん、その子を見てご住職が、あいつ誰って言うんです。いや、あのうちの出演者なんですけどって言ったら、ああいうのいると困るんだよね、顔が。別に彼 何かしてるわけじゃないですよ、悪いことしてるわけでもないし、ね、うん、その犯罪者の顔してるわけではないんですよ、まあ、若干怪しいですけど、若干怪しいですけど、したら、うん、あの今日やっぱりやめるわ、見せるのやめる、あの好きにやって撮ってっていいから、あの、うん、こっちはもう今日関係ないいいよって言われて、で奥さんが奥から出てこられて、ご住職の、どうしたのっつって、そのかの松原谷志君を見た瞬間に何も言わずこう手で追い出すっていう状態になりまして、追い出されまして、でまあ撮影はもちろん許可取ってったで、まあ、撮影させていただいて、で次あの四ツ谷のお岩稲荷さんに、でまあ、今日はよろしくお願いします。それまでも僕らも、ね、何度も言ってるんで、今日もよろしくお願いします。ああ今日ねちょっと今から着替えて、でちょっとここ の説明するから、ちょっと今着替えてくるねって言いながらふって見たら、松原谷志君見てるんですよ。何かありましたかって言ったら、ああいうのは困るんだよねって言うんですよ。困るってで、あいつは何、なんかすごい感じなんだけど後ろがって言われて、後ろ、いやあの言って、僕らほらね、自己物件喜んで住んでますとは言えないじゃないですか。いや一応タレントさん、笑い芸人さんなんですけど、さあ、いやじゃ あの今日うちらは出ないわ、あの月に撮ってっていいからって言われて、で結局あの、まあ、もちろん許可は取ってるので撮らせてもらうって言ったんですね。であの実際にそのじゃあ中でそのね幽霊か何かってお岩さんのやつかっていうんじゃなくて、講談師さんに来てもらって、で中で講談で四ツ谷あの階段ってあるじゃないですか、それを語ってもらうのをみんなで聞くってだけの体にしたんですよ。でカメラを置いて講談師さんが奥に、その要は祭壇みたいなね、とこの前に座っていただいて、で手前の方にみんなで座って聞くっていうだけの話だったんですよ、40分の講談、はい、ところがあの始まった途端カメラが暴走し始めまして、
勝手にズーム始めるんですよ、ずーっと。怖いで戻してもまた戻る、ずーっと動くんですよ。それは怖い。で他のカメラはあの、うん、アクションカムってやつで、要は自転車に乗せてこう走ってバイクに乗せてひっくり返っても止まらないっていう、まあ、丈夫なカメラなんですけど、うん、それがね3台バツンバツン落ちるんですよ、止まるんですよ。そのために電源入れ直すんですけど全部止まるし、片方ではずっとズーム続いてるわけですよ。いや怖いわそれ。で40分講談そのようね、あのその時おいわがベベン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 みたいなやってるんですけど、その後ろで一生懸命カメラこう直してて、でようやくこう講談終わるんですけど、40分の講談ちゃんと撮れたカメラが1台もなくて、で全部のカメラの映像をつないでも40分全部つながんなかったっていう。でまあ、それでもまあ一応あのね、実際の放送は30分の番組なんで、まあ40分の講談全部なくても使えるんでっていうので、とりあえず編集して、でまあ番組できて、で要はその番宣といいまして、ホームページでね、今度この四ツ谷内に行ってきましたみたいなのをこう写真 で要は全員が写ってる、その建物の中で全員が写ってる写真がこうあって、それをまあテレビ局に送って、はいこれホームページにお願いしますって言って渡したんですよ。たらテレビ局さんの方から、これ使えないですよって言われました。え、なんでですかって言ったら、映ってますって言われて、え、何映ってるんですかって、ちょっとこれって言われたのが、奥で座ってる講談師さんこうやって座ってるわけです、うん、で正面からライトを当ててるんですね、まあ、要はちゃんと撮影するために、うん、と要は正面用の強いライトですから、後ろに真っ黒い影ができるじゃないですか、真後ろに、うんうん、影がね真っ黒じゃないんですよ。真っ黒じゃない、顎のラインから上が白く抜けてるんです、少し薄くなってて、そこにね目鼻がついてるんです、全部顔なんだ。ちゃんとね後ろね、顔だけしっかり、別に影の後ろにね顔だけちゃんと浮かんじゃってるんですよ。でみんなで見て、これ使えないですよね、使えないわそれは。でもそこはお稲荷、うん、ね、さんは、うん、要はそこで講談するのを撮るだけですっていうので許可取ってるんで、うん、要はそのカメラがおかしくなったとか、ロケハンの時に大変なことが起きたとか一切やれないんですよ。あ、そうか。なので放送では、うん、まあ、みんなで講談聞いて、いやーっていうような話にはなってるんですけど、実はもう現場の裏ではもう大変でいろんなことが起きちゃってて、そんなことがあったんだ、っていうようなことがありましたね。はい、でおそらく あそこに、まあ、いる人が出てきたんだけども、うん、まあ、ロケハンはちょっとよく分かんないですけど、講談聞いて喜んでたんだろうという話なんですね、うん、来て講談してくれてっていうのがあって、うん、であそこで四ツ谷怪談の講談をやったり落語っていうのをたまにやるらしいんですけど、うん、1年に1回って決めてるらしいんですよ、うんうん、で要はそういう決まりなんですって、あそこってテレビの取材も1年に1回しか入れないっていう決まりがあって、あ、でも聞きますね、それ。で、まあ、僕らロケさせてもらった時は、うん、その時はね、要は歌舞伎座とかのやつ全部断ってうちのロケさせていただいてるので、なんとありがたい、ありがたいんで、別になんかねそんな変なことできなかったっていうのは、あ、まあ確かにそうですよね。で 落語はね、林家正蔵師匠って、うん、昔の小部平さんが四ツ谷怪談よくやられるんですよ。なので講談もね、年に1回なんですけど、うん、やっていただいたっていうので喜んで多分出てきたんでしょうねって話なんですけど、そうだったら撮影邪魔しないでほしいなとかっていうのはね、出方がねあったりします。そればっかりはね、こっちからしたらどうすることもできないからね、はい、だから、まあ、そういうのが起きるとすごく、まあちょっとね不思議だなとか思うし、うん、まあ、そういうもの世界があるんだろうなっていう、そうですね、うん、感じに、ね、なったりしますけども、うん、まあ、でもね、ご利益はすごくありますよ、ね、うんうん、ちゃんといるってことなん で、ね、ちゃんとお参りしてくるといいことはある、うん、特に女性の方にはご利益が大きいらしいので、ね、っとぜひねちょっとね行ってみたいですね、まあ、特にね縁切りたい時にはすごく効くらしいですから、なるほど、はい、縁切りたい時にはもう徹底的に相手の男を叩きのめすぐらいこう縁切れるらしいので、ちょ、はい、私すぐ行ってきますよ。ぜひぜひ、はい、非常に気になりますね、はい、ね、なるほどね。でも機材トラブルって本当にあるあるですよね。ありますあります、あります、はい、ありますよね。私もロケとかじゃなくて完全にプライベートでそういう場所に行ったんですよ、はい、その時にめちゃめちゃ写真撮りまくったんですけど、そのために SD カードをわざわざ32ギガを買ったんですよ、はい、それにめちゃめちゃ写真撮りまくってたんですけど、それが消えてるってよくあるじゃないですか、なくなってるってあるんですけど消えないんです、どうやっても。なんと削除しても消えないんですよ。
でパソコンから削除しても消えない、全削除やっても消えないんです。一個一個削除しても消えないんです。戻るんです、次の瞬間に全部バーって。でパソコンでやってもダメ でビデオカメラから、ビデオカメラを操作して直にやっても消えないんです、うん、で人のパソコン借りても消えないんですよ。でもうどうしようもなくなっちゃって、その32ギガ高いやつ買ったのにもう使えないんですよ。あら、いまだにぎっしりそこにデータが、はい、どうやっても消せないんです。何が起こってる、ロックかけたのかなって思ったんですよ、SD カードに、はいはいはい、ロックかかってないんですよ、かかってないのに、うん、どうやって消せるんですよ、その瞬間は、うん、その瞬間は全部空っぽにできるんだけど、閉じてもう一回刺すと戻ってんの、全部が。全部何が大きいですかね。それがあれなんですよ、あの西浦さんから教えていただいた、ちょっと名前は出さないんですけど、某所、某所で取った、はい、あそこはね危ないとこですよね、はい、そうですね、はい、一応取ってはあるんですけど、その SD カードいつか何かに使える日が来たらいいな、なんて、まあ、いつか開ける日が来るといいですよね。そうですね、いつかまたね、はい、消せる日が来るといいな。あの僕もね、一回こうすごいなと思ったのは、まあ、京都にある某幽霊が出るっていうマンションに行った時に写真撮ってきたんですけど、うん、まあ、出版社の人たちと一緒に行って撮ってきたんですけど、うんうん、ホテル戻って写真チェックしようと思って SD カード入れたら燃えたんです、うんうん、でSD カードから出火してパソコンが燃えたんです。パソコンごと、はい、で最悪で大騒ぎになって、それは最悪ですね。もうね、こう僕のせいじゃないんですよ、はい、いや取材に行きましょうって言ったのも出版社の人なのに、出版社の人が僕に逆ギレするんですよ。どうしてくれるんですかとか、その気持ちはちょっと分かる、どうしてくれるんですかって言っても、僕の SD でもないし、やり場のないパソコンでもないし、取材誘ったのはオタクだしみたいなのがあるんですけど、結構一回ね燃えた時があります。いやー、そんなことあるんだ。ないですよ、パソコンが燃えるなんてないですよ、まずね。それはすごい。まあそんなことがねちょっとありましたね。結構写真とかは、あと撮れてないとかね、はい、あ、撮れてないっていうのもありますね。撮れてないとかっていうのは、はい、特定の場所だけ撮れてないとかってね、はい、結構あったりするので、なかなかね、うん、そこはちょっとまあ怖いなと思って思いますね、はい、そうですね、まあ、こういったね、はい、ロケ話なんかもね私たち山ほどあるんですけれども、はい、よかったら西田さん、もう一つ何か、はい、短い話など、はい